を折ります。まずこちらを三角に折ります。開きます。折り目に向かって三角に折ります。反対側も折ります。こちらの角を角に合わせて折ります。こちらの角が少し出るように段折りします。裏返します。こちらの角が折り目に合うように折ります。こちらを半分に折ります。こちらを少しずらして斜めに折ります。こちらの辺を、3分の2あたりまで切ります。こちらを軽く開きます。こちらを立たせて、こちらで完成です。このような感じです。